ネリをちょうだい。お兄ちゃん、うわさをすれば。何か男子と話してますね。無駄に人気は健在ってことかしら。あれは私と同期のミックス登録に成績学年トップのエリートなの、ほとんどの男子がキムさんから離れていったんだけど、オックス君だけはアタックし続けてるみたいだね。シド先生、クレーターの連中がまた現れたようです。何？まただ。運営だけで16件だぞ。やけに、どういう。シド先生、ん？クレーターって、要は腕試しがしたいんですよね。適当に力を見せて追い払えばいいんでしょ。僕たち、どこまで時間があるんで、行ってきますよ。そうか、悪いな。またね、クレイ。本来、いい子暮らしのお前たち、大丈夫だと思う。油断をする。はい。
武器としての能力をコントロールできれば、職人任せの攻撃だけではなく、日常生活に応用したり、移動の手段を得ることもできる。ジャクリー、始めてくれ。はい。二人一組に分かれる。職人は武器のサポートを。この前の授業ではメメさんがつぐみさんと組んでるので、今回は私ですね。あれ、そうでしたっけ。そうです。順番は大事ですよ。順番は。じゃあ分かりました。お前らまだ決まってないのか。アニャ、ちょっと来い。あっちにあぶれてる奴がいるから組んでた。今日はサガントス。では始めるぞ。始めようか、兄ちゃん。そうですね。よろしくお願いします。さあ、始めましょう。気をつけて帰れ。アーニャちゃん、帰りましょう。あれ？じゃあ、アーニャさんがもう帰っちゃいましたか？うん、珍しいですね。アーニャさん、飛び絞りなのに。
かけてるから。怖いもの知らずです。ベネちゃん早い、すぐにさ。私たちも彼女たちもシブ戦のエージェントじゃないんですよ。トレーターにとって腕試しにはならないと思います。僕はこう一人願いませんか。結構素直に帰ってくれるのに。女子寮の魔女なんて言われてみんなに恐れられているんだ。僕にはわざと人を避けているように見える。理由は分かるんだけど、勝手がいいのは分かってる。だけどこれでチャラにしてくれないか。じゃあすまなかったね。お金は気にせず使ってくれ。バックにくれたまえ。バックの先輩さすがですね。今、少しわかるかもね。シュー先輩は弱いんだけど、ちょっと気になるというか、私、鼻歌歌いながらご飯作る人も悪い人はいないと思う。何でしょう。あの指の針、どこでも塗られてたのかしら。Hadoken! Hadoken! 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 Hadoken!
失敗しっかりしっかり。ああ、きつい。
キャリア目的で来る人も多いと思います。距離をですか？シルセンは世界の警察と言われているんです。世界各国の政界に、シルセンソフトの人間が少ない。そういった背景もあって、シルセンの信頼は絶大。ほとんどの国がシルセンに加盟しています。シルセンはそれなりに売れをしているのも、そのおかげですね。 我々シブ先生のお父さん、シブ先生のお父さんのやり方は全てチェックされてるらしいんですよ。気をつけてくださいね。こういうところからも生徒の資質を測らなくなってくる。まあ、
そんな言い方だと権力物質に集まっている人が多いようなものです。シブツンのモットーは健全なる魂は健全なる精神と目に流す。単純に世界を守るヒーローになりたいって人が大変じゃない。それじゃあ、赤目くんもヒーローに？うん。僕の場合は家の都合とかに。親子代々シブ先生とか。いえ、僕は道場の生まれとして。そこは未だに人殺しの技を教える古武術の道場。カルドリゴン、古武術。さあ、はい。アメデバルドの方と印刷しよう。その星ごとに、僕の家の流派の本気に当たる。僕の普段、メガネをかけて、あまりいい目つきをしていないのだ。この一つ決めれば、せっかくなら人のために使おうと思いまして。じゃあ、アカネ君はいいとの先の通りですか？そうですね。尊敬します。自分の考えでしっかり行動できている。私はたまたま武器になったと思います。ああ、これから何が言っていいか。いや、ごめんなさい。悩み相談とかそうなんじゃないんです。スーパーで。はい。あれどりもいいことだ。それ無理ですよ。私がいいとなっていたら命を落としちゃいます。見てのモベイさん、いいともに出荷だ。僕も守ってあげますよ。いいとに入ったらトレーターと何だったら僕ならアルドリを守ってあげられる。いや、でもそのためには僕の近くに行くのだ。近く？僕のものになりませんか？1年経ってもまだ悩むんですか？どこに行ってたらいいの？私を含め、君たちの以上を提示する。1、仏教の遺伝子情報を受け継がれた人間の子孫である。2、思春期頃から能力を発展する者が多いと思う。3、武器の形態は多種だ。ハルドリ、聞いてるのか？パッケアの中、急に死ぬ人いるのかな？え？それともただ死んでたのか？そういえば、クレーター事件の時、あなたにすごく優しくしてたよね。俺たちの脳に気がついた。それだった。実際アーニャさんのこと、実際好き。そうなのか。いつなんだろう。ハルリ、意外と単純職人だな。いや、お任せに。はい、俺が好きなのはタタレなんだ。やったー、あれ男はね、大きな音も好きだし。さよ。違った。今のなし。なし？本当は俺はハルドリのことが好きで。どういうことですか？
でもまず俺は食べてる。じれたひどいな。はあ、バルドリンマグロ頭っぽ変えてるぞ。この件は僕が何とかするけど、グレイ、情報が合わない。ああ言わないで。グー
わっ、なんでこんな、何をしたらこんな姿に、なんかこんなに言われてるし、もうこれからどうするか、まさか2人で帰らないでください。それどういう意味ですか。アーニャさんは教室から出てきませんね。何してるんでしょう。私も先に彼はこんな精神的な発言をして、私がこれを話して人を助けるのですか。よし、準備できたものからどんどん計測を始めてくれ。わあ、アーニャさん始まっちゃいますよ。なんだ、そんなもの履いてたら記録出ない。何か問題でも。いや、お前がそれでいいな、カマ。体力測定の交番投げまである。うわ、なんだあれ、すごい速い。アカネ、6秒3、これ10秒1発。お前呼びすぎるなよ。すごい。次、アーニャ。アーニャ100番、いきます。あっ、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 素晴らしいわ。イエス。ただにヘメ、2投目いきます。3投目よ。